な緑の水着です。ね、羽織で可愛い感じです。ピンクの水着です。大好きなピンクに黄色のパーカーです。これグアム大学で撮りました。朝一で眠くて怒られました。目開けろってね。朝一だったので眠たいって言ったら腕をつかまれ振り回されたんですよ ね。 表紙が今回すごい気に入ってます。あんまり今回こういう感じの表紙今までなかったの。ちょっとこう大人な感じだね。うん、大人ですね、ゆうこりん。グアムは暖かかったから嬉しかったです。 あと海外なんか前はグラビアでいっぱい行ってたけど最近はあんまり行かなくなったから嬉しかったです。で最後の日はゴルフとかやって楽しかったです。で今回は下田船に乗って、クルーザーとか乗ることないので嬉しかったです。やっぱりロケ楽しいです。あ、プールの中で撮ったやつかな。プールとかでほとんどあんまり今までそんなにないから写真がなんか珍しくて気に入ってます。下手っぷでした。全然飛ばなくてハーフなのに100超えちゃったのでいっぱいチッパとかにも行って練習したいです。やっぱり100を切るようになりたいんです。ハーフで。5月って誕生日の人がすごい多いんですよ。だからなんかいっぱい誕生日プレゼント選ぶっていうなんか感じです。嫌がられたもの。成人式の日にお友達の誕生日が近くって買ってないねって他の友達と思い出してコンビニで塩辛の瓶とかマヨネーズとかそういうのいっぱい買ってあげたらいらないよって言われました。今回まだ全然考えてなくてどうしよう。でもみんな疲れてるので癒し系グッズを考えてます。最近なんかなんかムチムチ太っちゃったんでちょっと炭水化物を取るのやめようと思ってちくわばっかり食べてます。でチーズが大好きなんでチーチクとかチーカマばっかりで昨日も4本ぐらい食べたし今日も朝2本食べました。おすすめは駅のキオスクで売ってるちくわが美味しいです。コンビニとかのよりも美味しいです。あ、お料理作るの好きなんで食べなくても作るようにしてます。得意料理なんだろう、ハンバーグです。ママから教えてもらったんですけど玉ねぎをバターで炒めるときにちょっとニンニク入れて炒めたりとかあと具の中に混ぜた後にひき肉とか全部ちょっとだけよくケチャップを入れたりしてます。こう本当にちょっとだけ。まあ、甘いのかカクテルかワインだったら飲みます。飲みに行くってことはなくてご飯食べに行ってお酒飲むかあとカラオケとかが多いです。飲んで歌った方がみんなに上手だって言われます。あ、ハーフパンツが大好きでこの冬も毎日ハーフパンツ履いてて春もハーフパンツばっかり履いてます。今年の冬気に入ってたのは黒いワンピースなんですけど気に入ってお出かけ用にそれ着てました。夏に向けてショートパンツが似合うようなに足を細くしたいんです。第3週目もこれにて終了。来週もよろしくです。